当時はソプラノサックスとピアノのための2つの商品っていうタイトルだったんですけども、これ孝太郎のチェロとやってもいいかなと思ってやったらすごい良くて、なのでチェロとピアノのための2つの商品っていう改名してやってみたいと思います。Thank you.
どうもありがとうございます。なんか最近